ることで顔が残る分上半身をまっすぐ保ちやすくなります。脱力した状態から力を入れてちょっと軌道を上げるようなイメージ。テニスアカデミアの柏です。今日は新しく入るコーチの紹介をしたいと思います。こちら、なでかたさんになります。なでかさん、簡単になんか自己紹介をお願いしてもいいですか？あ、はい、皆さんはじめまして、なでかたこと、清水千夏と申します。よろしくお願いします。現在はフリーでテニスコーチをしておりまして、今回テニスアカデミアのテニスコーチとして一緒にやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。なでかさん、元はプロテニスプレーをやられてたということで。はい、はい、2018年にプロ転向しまして、そこから国内外のツアーを転戦しておりました。はい、国内外、海外はどこまで行かれたんですか？海外はトルコとかチュニジアに行ったり。チュニジア、はい、なんか簡単にプロの時の成績とかってお話いいですか？あ、はい、全日本選手権に単服出場しておりまして、国際大会の ITF ではダブルスで1万5000ドルのタイトルを獲得しました。はい、お、ありがとうございます。はい、そのなでかたさんは実際テニスコートに立つとすっごいストロークを打つんですよ。あ、いやいやいやというので、コーチ紹介も兼ねて今回はフォアハンドストロークのなでかた流というところでスリーポイントとおすすめの練習法を紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なでかた流フォアハンドのスリーポイントを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、フォアハンドストロークを安定させるための3つのポイントを、まず1つ目が打点を体の前で取るということ。打点を体の前で取ること。はい、はい、はい、2つ目が、ネットよりラケット1本分上の軌道を通していくということ。ネットよりもラケット1本分ですね、上を、はい、そう、軌道高いここら辺を通す。はい、はい、そうです。3つ目が面の捉える角度でコースを変えるということです。うん、はい、特に3つ目はまだサークル D チャンネルとかテニスアカデミアチャンネルでも出てきたことがなかった話かなと思うので、ちょっと僕も楽しみです。はい、はい、じゃあ一つ一つ、細かく説明してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目の打点を体の前で取るということを紹介したいと思います。まず打点を前で取るというのは前足のあたりでインパクトすることを意識していきましょう。どうしても近かったり体が前に流れてしまうと、安定した打点で取ることができないので、すなわちボールがいろんなところに行ってしまいやすいので、なるべく前足のこのあたりで常に取れることが理想です。でちょっとまず打ってみます。秘密兵器を用意していただいたので、ちょっと見てみたいと思います。はい、ちょうど今ここにゴム紐が貼ってあるんですよ。これちょうどラケット1本分よりは1本分よりはちょっと高いかもしれないですけど、だいたい今ネットの2倍の高さぐらいですかね。そうですね、はい、で貼っています。はい、素晴らしい。弾道高くするっていうのはこのぐらいの高さですかね、イメージで言うと。そうですね、はい、はい、この高さを通し続けられるように、うん、どんなところからでもここを通せるっていうストロークを覚えるのが何より安定につながりやすいって感じですかね。おっしゃる通りです。はい、じゃあ早速この高い弾道を通してどういう風に
球を打っていくのか説明してもらいます。はい、お願いします。では軌道を高くするポイントをちょっと意識してやっていきたいと思います。まずネットからラケット1本分上の高さを通すと、高さが出る分深さを出しやすくなりますというのがまず一つメリットと、あとはボールの落下地点ばかりを意識してしまうとどうしても安定しないんですけれども、その中間地点のネットの高さをイメージしてあげることで、どういう軌道でどういう高さを通ってそこの落下地点に落ちるかをイメージしやすくなるので、この2つを意識していきます。じゃあやってみます。軌道を上げる上でのスピンをかける練習をちょっとやってみたいと思います。まず2人1組になっていただいて、ネットから2メートル右斜め後ろに立っていただいて、ここからボール出しをしていただきます。で、打つ人はネット越しに、ラケットを前に出していただいて、ここからラケットを脱力した状態から力を入れる、このショットだけでボールを飛ばす練習をしたいと思います。はい、じゃあ球出しをお願いします。はい、脱力した状態から力を入れてちょっと軌道を上げるようなイメージです。はい、脱力したところから力を入れます。ここだけでしっかり回転をかけるようにしましょう。脱力して上げます。脱力して上げます。はい、脱力して上げます。この脱力がない と、手だけで飛ばすことになってしまうので、しっかりリラックスすることを意識しましょう。それでは何球か打ってみたいと思います。お願いします。なでかた流フォアハンド基礎、スリーポイントと練習法を紹介していただきました。簡単なまとめお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
まず一番大事なのはいい伊達にしっかり入ることと、そこからどういう軌道で打つかをまずしっかりイメージできるように意識して練習していただけるといいかなと思うので、もしよかったらやってみてください。ゴム紐もまだ張ってあるんですけど、はい、あれ正直もう練習中張ってるだけじゃなくて試合中も張ってるようなイメージで試合ができれば、まずネットでミスをすることがなくなりますね、はい、やっぱネットは一番してはいけないですかね。あ、そうですね、もう最年で、はい、なるべく、はい、高さを意識していただきたいと思います、はいはい。まあ、ストロークがすごい武器な田中さんのフォアハンド基礎なのでぜひ皆さん実践してどんどんレベルアップしていけるように頑張ってください。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。